せが。赤いろうそく、新見南吉。山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしても獅子にしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしてもキツネにしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。ほう、素晴らしい。これは素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が、危ない危ない、そんなに近寄ってはいけない、爆発するから、と言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべて、みんなはうっとりしました。さて夜になりました。みんなは胸を躍らせて山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし困ったことが起きました。と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きではなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやっていきました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまってできなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分マシでした。というのは首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかしイタチはひどい金眼でありました。だからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありました。とうとう獅子が飛び出しました。獅子は全く勇ましい獣でした。獅子は本当にやっていって火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく目も塞いでしまいました。しかしろうそくはポンとも言わずに静かに燃えているばかりでした。終わりー。赤いろうそく、新見南吉さん、いかがでしたでしょうか。どんなお話かなと思って読んだら、動物たちがいたずらして村から、人間の住む村から花火を取ってくるっていうお話でした。がしかし取ってきたのは花火ではなく、ただのろうそくでしたと。赤いろうそくって何に使うんだろう。ググっちゃおうこの間にググっちゃおう。赤いろうそく使い方、お盆とか出てきた。赤いろうそくはお盆とか七回忌とかに使われるけど、その他にもお正月や仏前結婚などのおめでたいことの儀式でも使う。別にそんな特殊なやつか、でもなんていうんだっけ、こういうの冠婚葬祭
とかで使う冠婚葬祭では使わない、葬祭では使うのか、葬では使わないのかな、よくわかんないけど、なんかまあお茶目な動物たちのお話でしたというところですかね。カメ首が引っ込んでしまいました。イタチ金眼でした。イノシシがつけましたって言った時、どうやって火つけるのとか思っちゃった。なんかここで問題が発生しましたってなった時に、あ、火つけれないよねとか思いながら読んでたら違うんだね、誰が火をつけるのか、私どうやって火をつけたのかが気になってしまう。物語だからそこはまあいい塩梅でって感じなんだろうけど、気になっちゃった、どうやって火つけたんだろうなって。マッチでも持ってたんかなって。そもそもマッチつけれる動物いたんかな、猿ぐらいじゃないかなとか思って。ということでね、今年の夏は花火が例年に比べて上がらないかと思いますけど、皆さんもろうそくで花火をいかがでしょうか。そんな、どうかな、どうでしょうね、分かってるからそんなことしないか。ということで、赤いろうそくにみなきちさんでした。ちょっと短めだったけども、また次回長めの方がどんどん出てくるんだろうなと思いながら、頑張って朗読動画作っていこうと思います。いつも見に来てくれてありがとう。ご視聴ご清聴本日もありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひしていただいて、常連の方は高評価押していただけると助かります。とても助かります。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょうということで、まよでした。ありがとう、バイバイ。